島の塊を三ヶ城島と言います。手前の島を奥の方を大深と呼び分けています。小深と大深の間に見えてきましたこんもりとした島は御飯島と書いておっぱん島と言います。これらの島々は典型的な九十九島の景観を形作っています。这附近的岛屿形成了充满女性般优雅美丽的九十九岛的典型景观。左手前方の小さな島は割れ島です。近づいてみると確認できるのですが、島が真っ二つに割られたような珍しい形の島です。左手の小島